念願の今季初勝利だ。バレーボール男子のイタリア一部リーグセリエアの第4戦が12日、日本時間13日に行われ、日本代表首相の石川祐希、27が所属するミラノはホームのミラノアリアンツクラウドアリーナでチビタノーバと対戦し、3-0、25から21、27から25、25から21でストレート勝ちを収めた。 リーグ戦は先月22日開幕後、3連敗を喫してスタートダッシュに失敗していた。初勝利に石川は、今日の試合は今シーズンの初勝利することができ、まずは嬉しかった。そして、チビタノーという強い相手に対してしっかり3対0で勝つことができたのも良かったです。と、アンド、アンド、の言葉で振り返った。 石川はサービスエース1本を含むチーム4位の9得点を記録。1セット目からいい入りができていたので、そこが今日の勝利につながった。個人的には、サーブは1セット目から3セット目までいいサーブを打てていたので良かった点、と話した。一方でアタック決定率は36%、前戦も34%にとどまっており、スパイクに関しては、 決定率を上げることができなかったことが反省点だと思うので、そこを修正して次戦に臨みたい、と反省も忘れなかった。ミラノは昨季レギュラーラウンド、RR8 位で、プレーオフでは初のベスト4入りを果たした。今季はさらなる高みを狙う。次戦は15日、同16日、に、昨季 RR2 位のトレンティーノとホームで対戦する。